スルフィルイミンの基本構造、スルフィルイミンとは、イオーと窒素の二重結合を特徴とする、有機化学の官能をもと、最も単純な構造を持つスルフィルイミンとして、H2S イコール NH が知られる。H2S イコール NH は IUPAC、命名法では、スルフィミドと呼ばれるが、スルフィミドは CA 命名法では、RN、N、イコール SO2 を指すため注意が必要である。 スルフィルイミン結合を持つ化合物は1921年にニコレとウィラードによって初めて合成された。以下のようにジエチルスルフィドとクロラミン T をアルコール溶液に溶かして沸騰させることで得られた。ニコレとウィラードによるスルフィルイミンの合成一般的にスルフィルイミンは以下のようにスルフィドと N アシルハロアミドを反応させることで 容易に効率よく得ることができる。反応条件は即座によって最適化する必要がある。スルフィルイミンの一般的な合成法スルフィルイミンは蒸気のようにウと窒素の二重結合として表されるが、X 線解説や赤外分光法によって SN 結合間の距離は二重結合と一重結合の中間ほどの距離であることがわかり、実際には二重結合の遺伝型ではなく、 半極性結合のイリド型に近いことが分かっている。スルフィルイミンのイレン型とイリド型の構造、スルフィルイミン結合は、細胞外マトリクスに見られる4型コラーゲン内に見られ、その安定化に一定の役割を果たしている。隣接するニサのポリペプチド上に存在する、ヒドロキシリシンの側鎖のアミンとメチオニンの側鎖のスルフィドが、スルフィルイミン結合を形成することで、 大型コラーゲンのトリマー形成を補助している。ありがとうございます。